名鉄空港線。空港線は、愛知県常波市の常波駅と、中部国際空港駅とを結ぶ名古屋鉄道、名鉄の鉄道路線。中部国際空港へのアクセス路線として、名鉄常波線の終点常波駅から延伸して、建設された。この路線は、中部国際空港連絡鉄道が、第三種鉄道事業者として、施設の建設、保有を行い、 名古屋鉄道が施設を借り受けて、第二種鉄道事業者として、旅客の運送を行っている。運賃計算区分は B、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.15倍で、さらに加算運賃を適用する。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。なお、鉄道溶欄による起点は、床波駅だが、 列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、中部国際空港駅から常滑駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。空港線は新線であり、名鉄が資本費コストと称する設備投資額などの回収のため、運賃のほかに、空港線内の運賃計算キロ、営業キロ1.15に応じた加算運賃を要する。 お隣の普通運賃に対する利用区間ごとの加算額は以下の通り。空港線では、常滑駅中部国際空港駅間の全線、及び常滑線の全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。空港管理会社の職員の足を確保するため、 空港関係者に旅客を限定して2004年10月16日に暫定開業し、中部国際空港開港2005年2月17日、前の2005年1月29日に一般旅客向けの営業を開始し、現行ダイヤでは、床滑船及び名古屋本線方面と直通するミュース全車特別車、特急、一部特別車、準急が日中毎時、 各2本運行されている。これらの他に一部時間帯には普通列車が毎時2本程度追加運行される。空港船内の常コナメ駅、臨空常コナメ駅、中部国際空港駅とも8両編成対応のホームを有するが、常コナメ船内に8両編成に対応していない駅があるためミュースカイの一部と空港駅特急1本を除いて6両編成以下で運転される。 2004年10月の空港関係者限定開業時は、常コ駅中部国際空港駅間の船内折り返し列車のみが運行され、中間駅の臨空常コ駅は通過していた。一般旅客の誤乗を避けるため種別幕には、階層、または団体が表示されていた。車両は3100系などの編成数に余裕があるものが使用されていた。 一般旅客向けに営業を開始した2005年1月のダイヤ改正から2008年12月のダイヤ改正までは昼間時間帯に新宇沼駅、名鉄岐阜駅発着の快速特急、全車特別車が毎時各一本、名鉄岐阜駅、豊橋駅発着の特急、一部特別車が各毎時一本、犬山駅方面発着の急行、新加入駅、または かかヶ原線形有名鉄岐阜駅発着。2008年6月までの平日夕ラッシュ時には、三宅駅発着の列車もあったが、毎時2本の1時間あたり合計6本が運行された。この時から、線内折り返し列車は設定されておらず、すべて、常名線へ直通している。帰省地を越える、京風時は全線で運転を見合わせる。 中部国際空港へ向かうすべての列車が床波駅止まりとなり、空港線内はセントレアラインが通行止めにならない限りバス代行輸送となる。空港線は開業時に輸送力の限界が問題視されていた。名鉄が開業時ダイヤを編成した当時は中部国際空港への就航便の数が確定していなかったため、開業前の需要予測に基づいて、 ダイヤを編成したと思われる。しかしその後、就航便の数が当初の目標便数よりも多くなったため、アクセスのピークとなる午前8時台の輸送力が不足する恐れが指摘され始めた。中部国際空港の開港に先立ち2005年1月29日に空港船が開通した。この日は空港開港前でターミナルビルには入れないことが案内されていたにもかかわらず、 一日で1万4000人の乗客が中部国際空港駅を利用し、輸送力への不安をさらにかきたてた。名鉄では朝の通勤時間帯に重なり、地上設備などの関係上本数の増発が困難であることから、中部国際空港開港日である2月17日より、当該時間帯の列車5本の編成を長くすることで、輸送力を約50%増強し、 混雑の緩和を図る方針であることを発表した。開港日当日の同年2月17日には約9万6000人の利用者が空港を訪れ、そのうち約5万2000人が空港船を利用した。名鉄では前日の輸送力増強のほか、この日の早朝に臨時の特急、全車一般車2本を定めしていたが、空港船は始発便を初めの木並み、 乗車率が200%に達し、一部の駅で積み残しを出すなど、輸送力の不足を示した。空港開業日の利用者数は予測の170%だった。1月29日の空港線開業以来20日間で、約23万人の乗客があり、名鉄の事前の需要予測を約5万人上回った。ただし名鉄ではこの状態は一時的なものとして、 年間の利用予測の修正は考えていないとのことである。国土交通省中部運輸局によると、開港後3日間の公共アクセスの集計では、名鉄が全体の約84%に当たる1日平均約4万3000人の利用があった。空港利用者の数から推計すると、全利用者の約4割が公共交通機関を利用しており、 車社会の東海地方の中で検討していると言える。また、中部国際空港は会場に作られた人工島の上にあるため交通手段が制限される。空港内の売店などの商業施設の営業終了時刻が早いという空港利用者からの意見が出た際、従業員が空港線の最終列車の時刻に制約されるという声があった。 そのため、名鉄は3月10日に早朝及び深夜帯の列車の増発、最終列車の繰り下げ、編成増結を柱としたダイヤ改正を発表、3月22日より実施した。これにより早朝時間帯の混雑率がやや緩和された。名鉄では、空港線の混雑のピーク需要を見るため、開業後発の繁忙期となるゴールデンウィークに、 役員が空港線を利用するなど、実態調査を行った。その後、輸送力増強のため、快速特急、ニュースカイの増欠及び新臓、さらに、中部国際空港駅のホーム増設が行われた。2016年現在、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の繁忙期において、通常4両で運転されている、ニュースカイを混雑が予想される、時間帯に8両で運転して輸送力を、 増強している。中部国際空港島内において、コンサートなどのイベントが開催される日には、ミュース会の車両増結に加え、準急でも車両増結を行い対応している。2005年6月3日には、ミュース会の利用者が100万人を達成したと発表された。中部国際空港アクセスとして有力なライバルと見られていた JR 東海バスが、 運営する名古屋駅中部国際空港を結ぶリムジンバスは業績不振により2006年9月30日をもって廃止された。翌10月1日より平和コーポレーションにより中津川中部国際空港路線が名古屋駅を経由する形で継続したが2008年3月31日をもって名古屋駅停留所は廃止された。 多くの路線の廃止など守りの経営が続いてきた名鉄にとって空港線の開業は新車両の投入の機会でもあり、久々に積極的に投資をする事業となった。2005年6月15日に発売されたスーパーベル 27%27Z のアルバムザベリーベストオブモーターマンに名鉄空港線ニュース会を題材にした曲が収録されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。